さあコンシェルジュさんのコーナーですね。名古屋座セレクション参りましょうか。はい。青山骨董通りにセレクトサロンザ・セレクションを基地にファッション協会に物申すオーナーでデザイナーの鎌澤直江さんです。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まだまだプロジェクトは続いているんでしょうか。そうですね、しかも、もう27なので、2週間ちょっとですね。そうだ ね、はい、ね、ラジオ聴きの皆さん、ね、今月、ね、何日でしたっけ。3月27です。3月27、はい、X で、ね、はい、なおちゃんの主催する、ね、ザオセレクションさんが主催するファッションコンテストですね、はい、しかもお船の上、はい、戦場ファッションコンテストですね、はい、メディアでもね取り上げてもらって。そうですね、うん、結構いろんな方から反響いただいていて、うん、で、まあ、ジャズミュージシャンも入ってって感じなんですけど、うん、今なんか目の前にの iPad になんか素敵な、そう、はい、これサックスを吹く男性の写真が出てますけど、そうで、この間ちょっとお伝えするの思いっきり抜けてたんですけど、はい、この方実はすごい方でですね、うん、あのアメリカ前大統領のビル・クリントンさんがあの来日した時の、晩餐会でメインステージを、うん、あの務められたミュージシャンの方なんですね。それ大事じゃんと思って言うの忘れちゃったっていう選手で、ね、そういう感じなんです。それね、めっちゃ大事だよ。ね、大事ですよね。そして、私今回はあの、まあ、黒子に徹する形で主催側なんですけど、うん、彼の衣装に関してはちょっとやります。デザイナーでちょっと賛成しますみたいな。あ、本当、はい、あ、じゃあ彼が着ているお洋服はやっぱちょっとリメイクしようかなと思ってて、うん、ちょっとまあね、夜だしキラキラしてる感じなので、うん、キラキラしたやつなんかつけちゃおうかなみたいな。あ、本当、はい、うわー、いや、行くから楽しみだな、ね、でも打ち合わせまだなんですよね。もうこれもまたドキドキしちゃうみたいなねいう感じなんですけど、うん、これ画像パーンってできます、うん、こっちに、はい、ね、はい、お預かりしますね。そう、すごいなんかかっこいい、なんか男から見てもね、ちょっとちょい悪系な、この写真の印象がなんかそういうの選びましたみたいな。でもね、ほんとすごいね、気さくな方で、うん、でもやっぱジャズ好きな方はやっぱ、うん、有名な方みたいで、うん、わざわざやっぱりこの方ので見に来るっていう人たちもいるみたいで、うんうん、なのでどんな感じになるのかなっていう、ね、ほら、なんかさ、ジャズってさ、ほらアドリブがほら聞く音楽じゃない、だからやっぱりなんかその時のさ空気感じて、はい、やっぱり変えたりするし、だから二度と2回同じものがないって言われる。そうなんですよ、うん、しかも今回はですね、じゃーん、次画像も撮ってるんですよね今、うんうん、で、あのマサさんのお友達の映像クリエイターの方と、うん、マヒアメイクさんとかいろいろ入ってもらって、うんうん、PV を撮ってるんですよ。あ、本当、うん、やるね、やるでしょ。あ、そういえばロゴマークの、そうなんです。デザイン会社の方だった。マサさんにもちょっといろいろお願いしていて、うん、ロゴとかもね、はい、あのやっていただいて、だから盛りだくさんなんです、うん、そうだね、はい、だってさ、ラジオのメンバーも、ね、昨日もね、あの、ナオとユリナとかから連絡があってね、はいはい、もう27日ファッションショー行くよとか、何着てくって話になって、ベストドレッサーショーありますからね。ちょっとね、あ、しかもあの当日のコーディネーターはナオちゃんが、なるほど、はい、あ、しかも今回ね、男子にもね、ちょっといいお話でですね、うん、プラス あの協賛入りまして、うん、ロッソ富士っていうところがオーダーメイドのスーツとか靴とかシャツとかやってるんですけど、うん、そこがですね、オーダーのシャツ男性喜んでねみたいな、今くれますよ、ベストドレッサー賞に。本当、うん、素敵でしょ。もう、あの、まず普通にしてきてるから狙いに行きます。めっちゃ入りますそうなんです。じゃあもうね、いよいよ近づいてきて、はい、うん、なんか盛りだくさんになってきたね、はい、ね、ね、だってちょっと言っていいのかな、前夜祭っていうかさ、あ、ね、ちょっとやりますね、ちょっとやりますね、はい、少しやって、8人掛けのね、お席なので、うん、まあ、私の周りの方たちで、うん、ちょっと知り合いが少ないんだよとか、うん、まあ、いろんな人と会いたいなっていう人たちを先に集めまして、うん、19日にちょろっとやります、うん、
ご紹介させていただきますよみたいな。でそこでちょっと氷温めてもらって、うん、でそのメンバーで同じ席だったらより楽しめるんじゃないかなと思いまして、うん、そんなことも企画しちゃいましたみたいな。そっかね、もうあれだよ、あの体力維持して頑張るんだよねえ、うん、花粉症になっちゃったんだけど大丈夫かなみたいな言ってたね。はい、うん、大丈夫。あのね、あのね、北海道にいいラーメンがあるのよ。元気になるラーメンがあるから、ね、匂いがちょっとね残ってるんですよね。ニンニクの美味しそうな匂いが。そうでしょ、美味しそう、ね、でもね本当にね、あの頑張ってね、はい、うん、なんかそうプロジェクト、はい、ラジオのメンバーも応援してますから、はい、ね、成功してもらいたいですね。はい、はい、なおちゃんのザ・セレクションは、インターネットで青山骨董通りザ・セレクションと検索すると出てきますね、気になる方はアクセスしてみてください。はい、なおえザセレクションのコーナー、なおえちゃんでした。ありがとうございました。はい。